ラモンバランゲー4世は、バルセロナ博、ジローナ博、ウゾーナ博、サルダーニャ博、アラゴン女王、ペトロニラの王廃。結婚後の1137年以降、アラゴンのプリンケプス及び、リバーゴルサ博も名乗った。カスティーリア語では、ラモンベレンゲール4世、バルセロナ博ラモンバランゲー3世とプロヴァンス女博、ドゥルサの長男として生まれ、1131年に、 バルセロナ博を継承した。プロヴァンス博は弟、バランゲーラモンが継承した。また、姉妹の一人バランゲーラは、カスティーリアをアルフォンソ7世の王妃となった。1137年8月、わずか1歳のアラゴン王女、ペトロニラと婚約した。ペトロニラの父ラミロ2世相応はもともと、聖職者出身で属性に未練がなく、 人の間に実施を設けたので退位を望んでいたが、まだ幼いペトロニラが即位すれば、アラゴン王国が隣国カスティーラ王国に狙われることは、必死のため、バルセラナ伯領の火星をもって、アラゴンが侵略されないようにすることを考え、結婚という同盟関係樹立を急いだのだった。ラミロ二世は、同年11月に退位し、ペトロニラと、娘ムコラモンバランゲー王国を託した。 ラモンバランゲーは、実質的に、アラゴンの統治者であったが、アラゴン王を自称せず、バルセロナ博、アラゴン公を名乗った。ペトロニラとの間の長男アルフォンソ2世以後、アラゴン王及びバルセロナ博と名乗るようになった。こうして、アラゴン連合王国が成立した。知性の中期、ラモンバランゲーの関心は、ムーア人に対する遠征に向けられた。1147年10月、 第2回十字軍の一部として、ラモンはアルメリアを征服するカスティーリャ軍を支援している。またラモンは、ムアヒド朝が支配していたバレンシア及びムルシア王国を占領した。1148年12月には、フランスジェノバ共和国の十字軍兵士の加勢を受けて、5ヶ月間包囲していたトゥルトーザを陥落させた。翌1149年、 セグレ川とエブロ川の合流地点にあるフラガ、リエイダ、メキネンサを占領し、現在のカタルーニャ地方にあたる面積のレコンキスタを完了した。ラモン・バランゲーはまたトゥールーズ博と戦う弟、バランゲー・ラモンを支援した。1151年、ラモン・バランゲーはポブレーに王立修道院を建てた。1162年、ラモン・バランゲーは ピエモンテのボルゴサンダルマッツォで死去した。1151年にペトロニラと結婚、4男一女がいる。死生時にナルボンヌ死去となったラモンがいる。ありがとうございます。